どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。本日の日朝感想、2017年9月3日分の放送の感想を言ってまいりたいと思います。まずは宇宙戦隊キューレンジャーの感想から参りましょう。第28話、スペース28、怪盗ビーエン団解散、2017年9月3日分の放送でございます。街中でアキャンバーと闇落ちしてしまったナーガ君が暴れておりました。ラッキー君たちはすぐさま現場に向かい、キューレンジャーに変身し立ち向かいます。バランス君はナーガ君を必死に説得しますが、言うことを聞いてくれません。そんな中、ナーガ君にそっくりな蛇使い座の女性が出てきます。それのおかげでラッキー君たちは一度現場を去ることに。蛇使い座の女性であるエキドナさんに助けられたラッキー君たちは、エキドナさんからある事情を聞きます。どうやらナーガ君を抹消しに来たみたいです。一方、小籠包さんと剣さんたちは、時計9玉の力で過去に戻り、剣さんの過去を目撃いたします。どうやら剣さんが言っていたことは本当だったようです。一方、ラッキーくんたちはバランスくんからナーガくんと出会った過去を聞きます。バランスくんは蛇使い座のお宝を狙っているがためにナーガくんを利用したことがあるそうです。でもそのうち時が流れ仲良くなっていったそうです。その後、ラッキーくんたちは再びナーガくんがいる現場へと向かいます。ラッキーくんたちはキューレンジャーに変身し立ち向かいます。バランス君はナーガ君と戦いながら必死に説得いたします。バランス君はイデキュータマの力を使って、なんと二人ともダメージを受けてしまいます。しかしナーガ君は元に戻ることはありませんでした。どうやらアキャンバーによると、一度解放した感情は元に戻らないそうです。アキャンバーは再びナーガ君を連れ去ってしまいます。そんな中、巨大化した強いんだべいがラッキー君たちを邪魔してきます。双子9玉の力で分身した狼ボイジャーとカメレオンボイジャーを使って9連王に合体します。9連王のメテオブレイクで見事強いんだべたちを打ち倒します。その後、オリオン号から緊急通信が来ます。ラッキーくんたちがその現場に向かうと、なんとオリオン号は破壊されておりました。今回のお話はここまでとなっております。次回もお楽しみに。続いては新しい感想が始まります。仮面ライダービルドの感想を言ってまいりたいと思います。第1話ベストマッチな奴ら、2017年9月3日分の放送でございます。物語は10年前から始まります。火星で見つけたパンドラボックスを地球に持ってきてしまい、そのパンドラボックスが開いてしまって3つの大きな壁が出てきます。これにより日本列島は3つの首都に分けられてしまいました。三つの首都は北斗、西斗、東斗に分けられております。とある夜、ジャーナリストの滝川さんが敵であるスマッシュに襲われてしまいます。そんな中、仮面ライダービルドが現れ、助けます。スマッシュをやっつけたビルドは、フルボトルを使って、スマッシュの成分を抜き取り、ハリネズミフルボトルを完成させます。ちなみに仮面ライダービルドの変身者は、この物語の主人公である、キリュウ・セント君となります。そしてセント君の研究室はなんと喫茶店の冷蔵庫とつながっております。そしてその喫茶店のマスターはイスルギ総一さんだそうです。ちなみに娘さんであるイスルギミスラちゃんもいます。セント君がこの喫茶店にいる理由は、どうやらセント君は記憶喪失であり、記憶喪失になっているところを総一さんに拾われたそうです。セント君はビルドホンを使ってバイクに変形し、トートにある物理学研究所へと向かいます。どうやらセント君にパンドラボックスを解析してほしいとのことです。そんな中、脱獄犯である万丈龍河が牢獄から抜け出し逃亡しているようです。その情報を受けたセント君は龍河君の元へ。どうやら龍河君によると脱獄の場所でとある人体実験を受けていたそうです。そしてセント君は龍河君に対してコウモリ男を探していることを伝えます。そんな中、スマッシュが襲いかかってきます。スマッシュが現れたことにより、セント君はビルドドライバーを腰にセットして2本のフルボトルを振ってビルドドライバーにセットすると、ラビッド、タンクの音声とともにレバーを回すと、セント君は仮面ライダービルドラビッドタンクフォームに変身しました。セント君はビルドになってスマッシュに立ち向かいます。続いてセント君はラビッドフルボトルを抜いてハリネズミフルボトルをセットし、仮面ライダービルドハリネズミタンクフォームに変身します。スマッシュを追い詰めた後、再びラビットタンクフォームに戻ります。そして、仮面ライダービルド、ラビットタンクフォームの必殺技である、ボルテックフィニッシュで、見事、スマッシュを打ち倒します。スマッシュを倒した後、セント君はフルボトルを使って、スマッシュの成分を抜き取ります。すると、そのスマッシュは、人間に戻りました。龍河君はどうやらその人間を見たことがあるそうです。
どうやら龍河くんが人体実験を受けていた時、その男も人体実験を受けていたそうです。ちなみにセント君も謎の組織に人体実験を受けていた側になっております。どうやらセント君が記憶喪失になっているのは人体実験を受けていたからだそうです。そんな中、龍河くんを追ってトートの防衛軍がやってきました。セント君と龍河くんはバイクに乗って必死に逃げます。そんな中、コウモリ男が二人を怪しげに見ておりました。次回はセント君と龍河くんの逃亡劇が始まります。次回も楽しみに。続いてキラキラプリキュアラモードの感想に参りましょう。第30話、狙われた学園祭ショコラインワンダーランド、2017年9月3日分の放送でございます。では文章の方読んでいきましょう。アキラとゆかりの通ういちごの高校の文化祭にやってきたいちかたち。実行委員長で忙しいアキラの代わりに、いちかたちはアキラの妹ミクと遊ぶことになりました。不思議の国のアリスをテーマにした文化祭に合わせて、いちかたちは仮装して文化祭を楽しみます。高野祭で一番大切な人にクッキーを出すと思いが叶うという行事があると聞いて作り始めるいちかたち。でも張り切りすぎたミクが体調を崩してしまいました。ミクが心配だけど実行委員長として動けないアキラ。そんな時エリシオがアキラを狙ってきました。大勢の人とミク、キュアショコラにどちらが大切かを選べと迫るエリシオ。目の前でキラキラを奪われる人を見たショコラは代わりに自分のキラキラを差し出します。みんなを助けたい、そのショコラの大きな気持ちのこもったキラキラルが装置を壊しました。キラキラルを使い果たしたショコラ。でも今度はみんなのキラキラルがショコラを助けました。他のプリキュアたちも駆けつけ、エリシオは逃げていきます。やがて高野祭の時間になりました。一番大切な人は何人いてもいい。そう言って感謝のクッキーをみんなに渡すアキラとゆかり。そしてアキラとミクはお互いのクッキーを交換するのでした。ではここから感想の方行ってまいりたいと思います。いちかちゃんたちはゆかりちゃんとあきらちゃんの文化祭にやってきました。文化祭なので妹のみくちゃんとおばあちゃんがいます。ちなみにあきらちゃんは実行委員長で王子様の格好をしており、実行委員長としていろいろと回っております。いちかちゃんたちは不思議の国のアリスの衣装を借りて文化祭を楽しみます。そんな中、いちかちゃんたちの前にハートの女王の格好をした人がやってきました。どうやらゆかりちゃんのようです。その後いちかちゃんたちはクッキーを作ることに。そんな中、ミクちゃんが体調を崩してしまいます。心配したアキラちゃんはミクちゃんの元へ。そんな中、アキラちゃんの前にエリシオが現れます。エリシオはアキラちゃんを別空間へと移動させます。アキラちゃんはキュアショコラに変身してエリシオに立ち向かおうとしますが、エリシオは突然大勢の人とミクどちらか選べるかなと言ってきます。どうやら大きい装置で大勢の人とミクちゃんはキラキラルを抜き取られているようです。両方とも助けるため、アキラちゃんはマゼマゼスティックとキャンディーロッドのキラキラルを使って、見事大勢の人とミクちゃんを救出します。そして、アキラちゃんの必殺技であるショコラアロマーゼで、見事天秤の大きい装置を破壊します。そんな中、イチカちゃんたちがプリキュアに変身して駆けつけます。しかし、イチカちゃんたちの目の前にはカードモンスターがやってきます。イチカちゃんたちはクリームエネルギーを使って動きを封じ、その間にシエルちゃんの必殺技であるキラクルレインボーで見事カードモンスターを打ち倒します。その後、エリシオは逃げ去っていきます。そして、アキラちゃんが持っていた結晶体が犬の形に変わりました。その後、アキラちゃんとミクちゃんは互いに持っていたクッキーを交換しました。次回、なんと、イチカちゃんのお母さんが帰ってきます。次回もお楽しみに。ということで、今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん、次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。